皆さんこんにちは、手帳の時間です。今回は2023年上半期本当に買ってよかったおすすめ文房具を10点お届けします。メインのものからサブのものまで実際に繰り返し使ってみて、これはおすすめできるなというアイテムだけを選んでみました。ちなみに100均アイテムは別動画で詳しくご紹介予定です。皆さんの日々の手帳生活がよりアップデートできますようにということで、早速行ってみましょう。まずはメイクするようにマークするメイクマークという商品をご紹介します。ニュアンスカラーがじんわり発色、深みのある色合いが美しい、まるでコスメのようなマーカーペンです。1本あたり税込み198円、程よく柔らかいペン先と女子が好きそうなカラーが集まってますよね。ではでは開けてみましょう。お店では単品販売がなかったのでセットで購入してみました。見た目とか色合いを見て分け買いする方も多いんじゃないかなというくらい可愛いです。手に持った感触は軽くて本当にコスメみたいな印象。マーカーでセットになっているものってどれか1本は捨て色のようなものが含まれていることが多いけど、このセットは全色絶妙なバランスだなと思いました。持っているだけでね、気持ちが上がります。では実際にどんな色をしているのか中身を見ていきましょう。先端はこんな感じ。まずはオールドローズというカラーを試します。ペン先がくねっと柔らかい感じ、動画で伝わってますか？これはピスタチオ、そしてダスティーバイオレット、次がラテベージュ、そしてスモーキーブルー、最後がラベンダーアッシュというカラーでした。全部パッケージ通りの落ち着いたカラーですごく使いやすそうですね。マーカー自体の主張が強いと文字を書いた時に浮いてしまいますよね。これは普通の黒ペンとの相性もすごく良かったです。付箋に書いた時の裏写り具合はこんな感じ。書き始め、書き終わりしっかり押さえてしまうと紙によってはこのように裏写りしますよ。収納せずに飾っておきたいくらいの毎日使いできる美しいマーカーでした。次は貼るだけでおしゃれに見えるカラーリングが特徴の韓国ブランドペーパーリアンの付箋、ラウンドと六角形の2種類をご紹介します。ペーパーリアンは2007年に韓国で立ち上がった文房具ブランド。品質も良く、紙質や色味に定評のあるアイテムが揃っていますよ。お値段が1つ税込み352円、韓国では半額以下の値段で買えちゃいます。ラウンド線は全部で15色、今は10番のオートというカラーを使っています。ありそうでないシンプルで可愛い付箋、直径は約4センチになっているので割と小さい手帳を使っている方でも素敵にアレンジできるサイズ感です。私のノートは A5 サイズで、ちょっとアクセントをつけたい時とかカラーを入れたい時にこの付箋をよく使っています。ちなみに六角形の付箋は全部で9種類です。先日更新したシンデレラノートでもこの付箋をたくさん使いました。特別感を出すためにゴールドのキラキラペンで縁取り、こんな風に写真や転写シールと重ねて使うとまた違った印象になって素敵でした。この付箋は台紙のままでもおしゃれだし、ちょうどいい厚みなので持ち運びにも便利です。気づいた時にさっと取り出して予定をメモ。この映像は購入してからかなり時間が経ってるんですが、30枚入りなので思い切り使ったとしてもなかなかなくならず、いつも気持ちよく使うことができています。機能的で実用的、シンプルなものは使い方の幅が広がるので大好きです。あ、そういえば予定がずれたんだという場合でも、
糊の跡を残すことなく、ささっと場所の移動ができますよ。新しい場所にこのようにペタッと貼って、いろんなカラーの組み合わせを楽しんでいます。次はコロンとしたフォルムが可愛い、好きなところから使えるブロック付箋、トゥードゥーブロック付箋をご紹介します。コンパクトな手帳やノートにもぴったりで、ペーパーリアの付箋とはまた違った楽しみ方ができる可愛い付箋です。サイズは縦横約 47mm、 内容は半透明のデザイングラシン紙が40枚、あとドットグリッド、トゥードゥー付箋が各60枚、合計で160枚になっています。どこからでも使えるってやっぱり嬉しいですよね。横から見てみるとこんな感じ。早速使ってみましょう。この付箋はカラーが全6色で、全部集めたくなったんですが、ロフトの付箋売り場でどれにしようかなと迷って、最終的にあまり持っていないカラーを選択しました。こちらがグラシン紙、続いてドットグリッド。このように付箋をぐねっと曲げてもしっかり元に戻るので、使いたいところから切り取れます。サイズ感も可愛いですね。勉強ノートでもしっかり使えそうな内容です。最後がトゥードゥー付箋。ドットグリッドとトゥードゥー付箋は少し多めなので、どんどん使えます。そのままノートにデコレーションしたり、シールやスタンプと合わせるのも素敵です。優しい感じの色合いはどんなノートや手帳とも相性が良さそうだし、私が使う予定のロルバーンでもきっと馴染んでくれると思います。この付箋のコンセプトは、目標を立てておしゃれに楽しく毎日を記録ということなので、勉強でも仕事でも使うシーンに合わせて楽しく使っていければいいですよね。実際にこんな感じで重ねて使うと奥行き感が出て、とっても可愛いです。センスがなくても3種類を組み合わせれば、とてもおしゃれなページに仕上がります。これからいろんな使い方を見つけようと思います。最近のバレットジャーナルではこんな風に使ってみました。切ったのを切手風シール、スペシャルガーデンと色の相性が良さそうだったので、ノート見開き1ページを使ってメモ機能のあるデコページを作成。付箋だけど付箋として使うだけじゃもったいない、手持ちのシールやマステと組み合わせて気分の上がるリラックスページを作ってみるのもいいですよね。文字を書くのがとても楽しいです。その他の使い方として、例えば付箋の形を利用したフレームアレンジも実際に書いてみるとすごく可愛いですよ。付箋1枚を取り外して外枠をなぞるだけ。重ねた感じを出すために少しずらしながら外枠を書くと、このような重ねアレンジが楽しめます。次は韓国発のペン先が15度曲がったボールペン、ゼロ G ボール15度をご紹介します。お値段は1本あたり税込み330円。ペンの太さは 0.38、 0.5、 0.7、 1mm の全4種類で、私は今回 0.38mm のホワイトカラーを選びました。このペンはボールペンを握った時に自然な形で理想的な角度で持てるよう、人間工学に基づいてグリップ部分がフラットになっているそうです。実際すごく持ちやすいですよ。ペン先が15度曲がっていることで、紙面に対して垂直に力が入るので、まるで無重力のように軽い筆圧で書ける、ここがポイントになっています。ではちょっとロルバーンのノートに試してみますね。確かにすごく軽いです。角度のおかげで指に加わる圧力が減って、指先への負担がほとんどないくらい、めちゃくちゃ滑らかに文字が書ける気がしました。いつも使っているボールペンと書き心地を比べてみると違いがよくわかります。角度って本当に大事なんですね。
あとボールペンなので気になる方はいないと思いますが、裏写り具合も確かめておきましょう。サラサラ書けるし裏写りもありません。そして個人的に気になったことは、手帳やノートとかにスポッと差し込んだ時にどんな見た目になるかというところです。先が曲がっているんですけど、実際ノートにつけてみるとそれほど違和感は感じませんでした。ストレートなボールペンと 0G ボール15度を並べてみましたが、どうでしょうか。勉強や仕事とかたくさん文字を書くことが多い方にはすっごくおすすめなペン。私も毎日仕事用の手帳にたくさん文字を書いていますが、このペンを使うようになって気分的にもストレスフリーになりました。インクは今のところブラック、ブルー、レッドの3色なので、これからいろんなカラーが増えたら嬉しいですね。ちなみに長く使ってるとグリップ部分がどうしても汚れてきます。マーカーとかカラーペンを使うと色がついたりするんですが、消しゴムで消せば新品のように綺麗に戻るので、定期的にお手入れをしてこれからも大切に使っていこうと思います。次は手帳や日記などのデコレーションに使えるミニサイズのハンコ、手帳の相棒をご紹介します。持ち運びできる可愛い収納ケース入りで、今回は文房具という種類を選んでみました。お値段は1セット税込み1,155円。小さいスペースで使えるハンコは何かと便利ですよね。基本のバリエーションは8種類。文房具の他にはスケジュール、マーク、自分時間、北欧、動物、純喫茶、おやつと紅茶という種類がありました。手のひらサイズでコロンとして本当に可愛い。個人的にハンコを買うときって収納どうしようかなと考えることが多いんですが、これは最初からケースに入っているので置き場所とか持ち運びの心配がなくてすごくいいなと思いました。持ち手の部分は 1cm×1cm の正方形、パッと取り出しやすくてしまいやすいサイズ感になっています。インクパッドは今回バーサマジックというものをいくつか用意してみました。こちらも小さくて場所を取らず、思いついた時にすぐ使える可愛い形のインクパッドです。試し押しにはジャンボジャバというカラーを使ってみますね。インクはつけすぎると綺麗に印字できなかったり乾きにくい場合があるとの注意書きがあったので、インクを調整しながらトントンしてゆっくり押してみます。さて、初めてのスタンプはどうなるでしょうか。はい、あ、いいですね。余談ですが、私はスタンプを使う場合に必ず少し水分のあるティッシュとかウェットティッシュがあれば、それをケースなどに置いて近くに置いています。スタンプした後は濡れたところでポンポン、乾いたところでポンポン、次にカラーが変わってもすぐ使える状態にしてケースに収納することがほとんどです。では話を元に戻して、その他の絵柄もスタンプしてみます。ちなみにこのスタンプはイラストレーターの水玉さんとコラボしたミックス、もぐもぐ、動物という種類も販売されていました。もう全部集めたいくらいミニサイズのイラストって本当に可愛いですよね。5ミリ方眼の付箋にスタンプしてるので、実際に押した感じのサイズ感も確認してみてください。あとたまにゴムの真ん中から絵柄がずれている場合は、押す位置が少しだけずれてしまうことがあります。9つの絵柄、細かいところもいい感じでスタンプできてますね。これはいろんなカラーで楽しみたいということで、次はバーサマジックのヒントオブペストというインクで試してみようと思います。ちょうどバレットジャーナル4月のテーマカラーがグリーン系なので、ポイント使いにいいなと思っていました。手帳や日記、ノートに直接スタンプするとずれたりかすれたり、そういうことが心配な方はこのように付箋を活用するのがおすすめです。
線だったら間違えても問題ないし、裏写りも全然気にならないですよね。この作業をしながら、例えば可愛いスタンプでしおりを作って移動ができるようにあらかじめ作っておくのも素敵なアイデアだなと思いました。文字だけのメモよりもワンポイントスタンプがあることでちょっとおしゃれになった気がします。これは実際の予定なので4月のバレットジャーナルに貼っておきましょう。これで見返したくなるメモの出来上がり、近くで見てもすごく可愛いです。ただ最後に一つだけ注意点があって、この収納ケースはスタンプに引っかかって閉じにくい構造になっているようです。私もスムーズに閉められるようになるまで少し時間がかかったので、もし購入を検討される場合はこの部分もチェックしておいてください。慣れると全くストレスはありませんよ。自分の好きなイラストを見つけてぜひ楽しんでみてくださいね。続いてはデスク内を整理収納できる仕切り付きトレー3つのサイズをご紹介します。組み合わせ商品になっていて、ごちゃついたデスク周りや引き出しの中を整理したい場合に特におすすめの商品となっています。まずはポリプロピレンデスク内整理トレー1、サイズは約 100×100×40mm、 お値段は1つ税込み150円。正方形タイプで仕切り部分をカスタマイズできる使い勝手のいい商品です。この仕切り板は購入時に1つセットで付いてきます。差し込み式で用途に応じて必要な大きさに区切ることができると収納の幅が広がりますよね。はい、例えばこんな感じ。仕切り板は別売りもされているので今回は追加で買ってみました。中身は3枚入っていて、お値段が1セット税込み150円になります。細かいものの定位置を決めるのにすごくぴったりな収納トレー。文房具はもちろん、コスメ関係やキッチン関係など小さくてこまごましているものをきれいに収納できるところがとても気に入っています。配置替えも簡単にできますね。例えば袋から出してしまってばらつきやすいこのようなメッセージカードを立てて収納するのもおすすめです。引き出しの中とかでワンステップで取り入れできると便利なので、個人的には何事も立てる収納で統一したい派です。カードが減ってきたら仕切り板の数を調整して他の商品と組み合わせるのもありですよね。見た目もすっきり、使い方も無限大です。お次はポリプロピレンデスク内整理トレー2、サイズは約 100×200×40mm、 お値段が1つ税込み250円。整理トレー1と同じ仕切り板が使えて、こちらも自由にカスタマイズができます。同じ種類の収納グッズだと横幅縦幅の調整がとっても楽ですよね。収納アイテムを入れてから仕切り板で調整すると無駄な空間がなくて使いやすいです。こんな感じ。スタンプとかインク系の収納をする場合はちょっとしたことでやっぱり汚れやすくなると思いますが、汚れてもささっと洗えるし拭き取りも簡単。スタッキングもできるので、アイデア次第でどんな形にも対応ができます。一緒に使う小物をまとめてトレーごと管理すると在庫の把握もしやすいですね。ここはスタンプコーナーとか空間を分けておくと、自分以外の誰かが見た時にもすごく分かりやすいかなと思います。お次はポリプロピレンデスク内整理トレー3、サイズは約 67×200×40mm、 お値段が1つ税込み190円。整理トレー1、2と違って細長いタイプになっています。ぴったりサイズの仕切り板はこちらも追加購入で3枚入っていて、お値段が1セット税込み150円。
このトレイは主にペン類とか長いものの仕分けにすごく最適だなと思って購入しました。子供たちのデスクの引き出しもこうして見やすく仕切ると取り出しやすいので、よく使う鉛筆とかお名前ペン、赤ペン、青ペン、消しゴム類のストック置きにも良さそう。綺麗に収納すると物も大切に使いたくなりますよね。デスクの上でも引き出しの中でもスペースをしっかり確認してシンデレラフィットするように調整したいと思います。特に追加購入の仕切り版は出番が多いので一緒に購入するのがおすすめですよ。次はハイタイドさんから出ているペンコクリップをご紹介します。無駄な機能のないシンプルなプラクリップ、とっても軽くてデザインも可愛く、いろんな用途で使えそうだなと思って買ってみました。お値段は一つ税込み198円。カラーは10種類で店頭にはなかったんですが、私が買ったアイボリーの他にブラウン、レッド、ネイビー、カーキ、グレー、ブラック、イエロー、オレンジ、ライトブルーというたくさんの種類が販売されていました。公式サイトを見てさらに可愛いなと思ったのがこの暗闇で光るタイプ。キャンプとかアウトドアなど明かりが少なくても使えるので、パッと物が見つけられていいですよね。分厚い参考書や本などもしっかりホールドできるし、学生さんにもすごくおすすめです。新学期で子供たちの書類もたくさんあったので大活躍しているプラクリップ、収納はどうしようかなと考えたんですが、ひとまず取り外しがしやすいデスク周りに置いて使っていこうと思います。次は超スリムな形状でペンのように握ることができる便利な修正テープ、ホワイパー PL をご紹介します。お値段が一つ税込み253円。本体カラーはくすみ系の3色、購入したのはバタークリームというアイボリーカラーです。先端はこんな感じでクッションヘッドで手ブレを補正したり、滑らかな引き心地を実現するミニローラーがついています。本体が細長いタイプの修正テープは今回初めて使ってみましたが、これがめちゃくちゃ使いやすいです。ペンを使っている時の感覚と同じように使えるので、握りやすいし引きやすいし、最初から最後まで気持ちよく使えます。ちょっと残念なところはテープが使い切りという点、すごく使い心地がいいので繰り返し使えたら最高でした。テープの幅は 5mm、 テープの長さは 6m なので、私は今無印の手帳専用で使っています。ペン立てにも一緒に収納できる修正テープでした。最後はテープを切ってもベタつかないフッ素コートのハサミ、ケプトフッ素コートハサミをご紹介します。コンパクトで持ち運びにも便利なミニハサミ、これまでの動画であまり登場したことはなかったけど、細かい作業をするときには必ずこのハサミを使っていました。フッ素コートを施したステンレスの刃はお手入れをしなくてもいつも切れ味がいい点がすごく気に入っています。キャップ付きでお値段が一つ税込み605円。私はムーングレーというカラーを使っていまして、その他のカラーはブルーグレー、ダスティーパープル、インディゴブルー、フィヨルドグリーン、コーラルレッド、好みが見つけやすい全7色になっています。細かい作業が好きな方は自宅用と持ち運び用と分けて管理するのも楽しいですよね。ただこのハサミ、ケプト2022コレクション限定生産品のため在庫限りの販売となるそうです。手持ちの文具に合わせた淡いニュアンスカラーが手に入るのは今だけ。筆箱にも収納しやすいサイズ感なので、気になる方はチェックしてみてください。
ということで、今回は2023年上半期本当に買ってよかったおすすめ文房具を10点ご紹介しました。どれも実際に使ってよかったおすすめのアイテムなので、お店で見かけたらぜひ手に取ってみてください。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。